今日も知識で無双するナレッジアーマードです。本日は、ゲームメーカーかなっていうくりでしょうか、コナミというメーカーについてやつさんとお話しします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。コナミって、はいはい、あれなんですよね。今ほらコナミスポーツとかいろいろな多角な経営みたいなやってるでしょ。はいはい、そうですね。そうそう、でこのなんだよね、なんだこのファミコンの、まあ、サードパーティーのメーカーでまだ唯一この独立した経営 を保ってるのはコナミだけなんだね。カプコンとかってどうなの。ああどうなんだろうね、カプコンか。でもカプコンってどっかあれか、あれも独立してんのか。ずっとただこのいろんな、まあ、そうだね、その前話したナムコとかさ、うん、バンダイとか、バンダイじゃねえや、どこだっけ、まあバンダイもそのバンダイもまあ合併してるし、そのどこだっけ、ハドソンとかさ、そういうのはまあ軒並みその単独として、あるいはね合併することで姿消した中、まあコナミはコナミとしてさ、そうだね。いやね、そうそう、しかもいろんなさ業種に参入してたよ。それで会社自体も大きくしてってっていうのはすごいことだよね。まあ結果的にその本業って多分今の社長さんは思ってないんだろうけど、うん、ゲームの方がちょっといろいろね、なんか物議を醸してるようなニュースがよう出てきてはいますけどね。ああそうなのか。そうというわけで、コナミは、1969年に大阪で創業してるんだよね。うん、で最初はジュークボックスのレンタルとか、あそういったなんか、まあ、アミューズメント系の仕事をしていたんですが、今度はアーケードゲーム業界に参入して、で、そのうち、コンシューマーですね、 MSX のファミコンとプレステに参入していったっていう感じで、1980年代に家庭用ゲーム機に入ってた、はい、老舗メーカーですね、うん、そうですね。まあファミコン、まあどうしてもねファミコンの話が多分中心にはなってくるとは思うけど、うん、まあ広く80年代を思い返したときに、とにかくあのコナミマークというかね、うん、あれはなんかここでも見た印象はあるよね。そうなんですよ。このどっちかっていうと今のコナミよりも、あのなんでこの S みたいのがこう2つ重なったコナミマーク、そっちの方が、まあ、いや私は完全にそっちのイメージで、そうそう、そのイメージなんだけど、今のは全然違う赤い字なんだけども、ああそうだね。そうそう、でコナミというメーカー名は、コナミさんという人ではなくて、光月さんと仲間さんと宮坂さんのコナミだそうですね。まあよくある形ですよね。なんか、うん、そうそう、そうなんですね。で1984年の12月にファミコン参入するということを決定しまして、今度は2001年の2月にコナミスポーツですね、スポーツ業界に参入した、うん、2006年の8月に今度パチスロ業界に参入した。すごいっすね。なるほど。はあ、まああれだもんね、なんだろう、もうどの業界でも成功はしてるんだね。やっぱすごいね。まあ手堅いのかな。手堅いね。そうで、この間我々が、特集したハドソンですね。ハドソンは、はい、2001年に資本参加して、2005年に子会社化したということ で2011年に完全子会社化で、2010年に吸収合併。おお、まあ救済した、どうなんですかね。まあハドソンブランドでなくなっちゃったからコナミからは今ボンバーマン出てるもんね。そう、なんかだからボンバーマンっていうと若い子だとコナミって言いますよ。そうまあでもそういったね、まあ、歴史のあるいいタイトルをこうね継承してやってくれたっていうのは、まあありがたいっちゃありがたいんだろうね、きっとね。まあ言い方次第だけど、そうだね、まあ、残したことに関しての功績は間違いなくあるからね。うん、という感じで、ヤスさんはどんなコナミといえばなんですかね。ファミコンの音楽。音楽だね。そう、音楽、うん、不思議と耳に残る、ゲームが多かったっていう印象。不思議じゃないんだけど、でコナミっていうのはこの単独した、このなんつうの、このミュージックチームが、バンドを持ってて、コナミのクケハクラブっていうのを持ってて、はい、でそこで、ライブ活動もしたりとか、まああれですよね、台東のズンタタとか、まあ、そういった人たちも、まあ、そういったのが流行ったんだよね。で独立したミュージシャンみたいな感じで、みんな大体もうそれで、まあ、独立していって辞めていってしまって、で自然に解散になっていくっていう感じだったんだけど、まあでもね、グラディウスのサントラとかのね、クゲーハクラブのね演奏とかも素晴らしかったね。もう CD 買ったもんね。まあ一番最初がこれ ER カンフーになるのかな。 ER カンフーだね、一番最初の。そうだね、まあもう最初の ER カンフー
からすでに頭の中でこうね、ノイズ化してるというかさ、ね、ヒャダインさんとかがほら、歌詞入れて十数年前にさ、ニコニコ動画とかで流して有名になったりとかさ、まあ、初期のタイトルから見てっても、やっぱりこう、音楽も一緒にこう頭の中流れながらこう思い出せるっていうタイトルが非常に多いかなと。そうだね。ほんとほんと。だから ER カンフーがまあ1985年か、4月22日で、これで同時発売で結局南極大冒険でしょ。これ結局南極大冒険なんかあれスケーターズワールドだもんね。ね、そうそうそう、だからクラシックも取り入れてっていうので、もうすごいあれだったな。もうでもさ、まあこう最初のタイトルとか見てっていくと、やっぱりね、コナミが一気に伸びたのってディスクシステムからっていう印象があるんですよ。ああ、なるほどね。要は音楽をふんだんに使えるっていう環境、うん、もう残った容量でお前らなんとかしろって言って、こう数少ない音楽で、前おっしゃってた引き算の論理で、ね、音楽を作るっていう、こうじゃなくて、なんかね、ディスクシステムっていうことでこうね、2メガあるよ、1メガ使っていいよっていう風になってから、こう本気を出してったメーカーっていう印象がある。そうね、もうドラキュラ悪魔城とかなんかもうすごいよね、音楽が重厚だもんね、なんかバロック音楽みたいなね、名曲と本当に当時を遊んでた人たちはね、こう、いい曲だったよねっていうふうに言われるぐらいだもんね。あんなロックとバロックをよく融合させたやつがさ、あ、これだ、なんですの、ディスクシステムの音源ですら、あ、これはそれを表現してるやつで分かるもんね。素晴らしい。そうなんですよ。で、まあ順々に見ていくと、どうかこの辺で、ツインビーあたりでこうゴーンガーンとこう有名になった感じするかな。そうだね。そうですね。ツインビーがまあシューティングゲームの中ではこうなんだろうね、雲の中から鈴が出てきて、それを撃って色を変えて取るとパワーアップするっていうさ、まあ斬新、まあ当時からほら何かを撃って出てきたものを取るとパワーアップっていうのはもう当時の定番だったんだけどさ、鈴っていうものをなんで鈴なのとかさ、そうだね。で腕がもげるとかね。でまあの直後に出るグラディウスもそうなんだけど、分身できるっていうさ、オプションがね。あれはなんかこう、ほらツインビーの場合確かバリアーと分身は両方取れない、どっちかなんだけどさ、腕がある人は大体分身を取ってたんでね、逃げに出ないで前に出るっていう感じでさ。ああ、これね、これがさ、2人同時プレイができたからさ、前衛と後衛でさ、協力してできるっていうのがよかったよね。ああ、そう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 。面白いゲームだったんで、もうこれ、あと、なんていうの、このキャラクターとかが可愛いので、女の子のユーザーをこう、ね、取り入れることができたっていうのはあったんだね、きっとね。そうだね、まあでも、なんていうのかな、こう、一人乗りのさ、飛行機に腕と足が生えてるっていうさ、まあまあ、後年90年代にね、ツインビーヤッホーとか、ツインビーシリーズはドラマ CD とか、意外な方向でも、こう、なんか売り上げを伸ばしてタイトルとしてね、巧みに生き残ってった印象がありますけど、世界観がきちんとしてたんだろうな、きっとな。なんかなんだっけ、ファンタジーゾーンかなって思わせるような、そうそう、あれだ、どっちがえぐい見せ方はしてたけど ね、あれやっぱファンタジーゾーンが先なんかね。ファンタジーゾーンが先だよ。あ、そうそうそう、ツインビーとウィンビーと、で、モエロツインビーでは、3番目のグインビーってのも、使えたんだよね。ああ、そう、あれなんだっけ、あそこのマルチタップみたいなところにこう入れると 3人プレイができたんだっけ。ああ、そうそう。だから、でも、3人目は大体10カードとか使うから、1人だけ連射機能がついててずるいみたいな。結果、グインビーが一番強いみたいな。ああ、面白かったね。そうですね。そうですね。効果も良かったよね。カカカカカカってなんかこう何かを打つときのさ、クリック感がすごく良かったなっていう思い出がありますね。で、このツインビーの次にてのグーニーズが俺大好きで。まあ、グーニーズは映画からのあれだよね。そうそうそう、映画が、スピルバーグの映画をゲーム化したっていうので、これちょっとなんで急にグーニーズがね、この版権取ったんだろうっていうのもびっくりしたけど、この、そう、当時さ、この、ただのアクションゲームだと思ってやってたら、後々、映画をちゃんと見たら、ちゃんとその、映画のステージに、こう、なぞらえて、ちゃんとステージができてんだね。
まあ、そうですよね。一応グーニーズ言ってるからには、そうそうそう、全く違うタイトルにはできないね。ファザナドゥみたいなのにはできないわけですよ。しかも、しかもさ、その、第一ステージの音楽がさ、あれ、ちゃんとあれさ、シンディ・ローパーの曲なんだね、あれね。ああ、そうなんですよね。ね、すごいなと思って。だから、そのシンディ・ローパーの曲も映画見て、あ、これグーニーズの逆曲じゃんって、それはグーニーズの曲で。逆向きだったよね。そう、俺もそうだったと思う。リアルタイムでね、グーニーズ見に行ってないんだよ。そうそう、で、後で、その、ほら、あの金曜ロードショーとかでさ、グーニーズやるよって言って、あの曲が流れた時、おる、グーニーズの曲だよ。いや、そらグーニーズだよ。おかしいだろっていうような、ね、そら、ほんと笑っちゃうね。そらグーニーズだよねって話ですよ。まあでも、割とその、なんだろう、世界観まるで壊してない、いい曲作りだったと思うよね。よかったよかった。あの、アイテムとかも、なんかすごく。グッドイナフの、ほんとその、いい、なんだろう、サンプリング含めていい使い方で、なんか世界観ちゃんと、壊さないで、うん、あの曲になってたからすごいなと。もう本当にあの大好きなゲームでした、グーニーズ。私はね、どちらかというとグーニーズ、最初のグーニーズよりもグーニーズ2の方なんですよね。あ、フラッテリー最後の挑戦、うん、2人フラッテリー、そうそう、フラッテリー最後の挑戦、うん、あっちの方がどちらかというと、これはもうあのオリジナル要素が増えてきちゃってたんだけど。そうだね、なんか難しかったね。グーニーズ、最初のグーニーズって早ければ40分弱でクリアできるでしょ、あれって。そんなに簡単だったっけ。いやいや、ほら、いわゆる早解きみたいな感じ。あの、まあまあ、ルート分かってればね。そうそう。でも、グーニーズ2はかなりね、長かった。あ、そう。あれ、これパスワードとかで続きできるタイプのやつ？確かそうだったかな。で、あれ、ね、1はそ、あれ、そういうのなかったもんね。コンティニューしていかなきゃダメみたいな。うん、だから、そうそう。なんだったら友達が順番でさ、そのまんまクリアするまで、周りの人間あくびしながら待つくらいのそうだね。まあ。あのダイヤモンド取った時の音とかすげえ好きでしたけどね。という感じでグーニーズ。はいはい。で、同年グラディウスが出るんですね。この伝説的なシューティングゲームのタイトルが。まあ一つ、そう、あの、なんですかね、シューティングゲームの一つの本当主要タイトル、なんていうのかな、もうそれ以上の言い方がないね、なんか。そうだね。まあグラディウスってあれでしょ、もともと神の槍の名前でしょ。そう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 。ね、すげえ名前つけるな。これさ、今でもそうなんだけどさ、うん、グラディウスのあのジャケット、あ、うん、箱、あ、絵か、絵で、そうそうそう、うん、手前に磁気があってさ、向こう側にいる、うん、敵がいるっていうさ、うん、あの形ってもう今シューティングゲームほとんどがああいう形になっちゃった。今の今は知らないけど、うん、うん、この後のシューティングゲームってほとんどあの形を踏襲しててさ、すごいかっこいいよね。かっこいい。ビッグバイパーでしょ。そう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 。あのグラディウスはさ、ドット絵でもさ、このビッグバイパーがさ、ちゃんとなんか戦闘機って感じがして、なんかよかったよね、動きがさ、なんか ね、あの傾きはあれまだないのか、この機は最初はないんじゃないかな、うん、その後からだよね、うんうん。で、敵が結構さ、グラフィックがさ、ゴリゴリで、ほんと処理落ちするぐらいの書き込みだったよね。そうだね。あのさ、うん、コナミで、まあ、後にほら、ワイワイワールドとかでもさ、出てくる、モアイ。モアイ。モアイっていうのは、どうして持ってきたのかね。やっぱり、あれ、オーパーツとかそういった、あれなんかね、昔、古代文明とかそういうやつ。このグラディウスが出るちょっと前ぐらいに、ほら、ジャンプでコブラってやってたでしょ。ああ、テラサブイチさん。コブラ、そうそう、コブラの中でも超火星人の文明として、そのモアイっていうのが出てくるんだけどさ、やはりあの時代って、その、なんだろう、そういうオーパーツ的な、まあ、カルトブームってのが確か、オカルトブームってのが確か80年頃からあった、その余韻の中で、この、その、モアイっていうのがさ、ずっとイメージとしてアイコンとして生き残ってて、ここで使われたのかなって。ちょっとね、このグラディウスとモアイっていうことに関してどういう結びつきだったのかなっていうのがちょっと気になるところなんだよね。まあ、やっぱそういった古代文明とかそういうのも、他のもの出てくるのも結構そういったなんかモチーフのものが多かったりするんだろうからね。やっぱそこの一つなんだよね。あれだったね、なんだっけ、変なビーム出しだよね、なんか輪っかみたいなやつね。あ、そう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 。あれなんだ。まあ、でも逆に言うと、そのモアイがあったからこそ、その世界観っていうのをすごい補完してたよね、なんか。あ、そうそうそう。当時はそのモアイってなんで作られたのかが分かってなかったというような表現でさ、だから宇宙人が作ったもんなんじゃねえかとかさ、うん、そういうふうに言われてた中でそれを採用して。
そういう想像が、そうだね、子供たちの中でできたと思うんだよね。あ、そうか、もはやこいつらのが、なんですか、ゴーファーじゃなくて、なんだっけ、そんなやつらがやってるのかみたいなね。ね、あの電撃ドクターモアイ君っていう漫画ありましたけど、ありましたね。あれなんだっけ、あれなんだっけ。あの第1話の巻まだ持ってますね。あ、第1話の時のガンガンまだ持ってますね。あれガンガンか。そう、82年の12月号ですよ。ああ、なんか82年じゃない。そう、なんとかすって言い方するやつね。あった。まあ全然関係ない話。なぜその力をホモのために使わないっす。小学生でホモっていうネタがこうなんともね、そうだね、男の子大好き、ようわかる、まあまあいい、関係ない話関係ないですね、失礼しました。はいはい、でですね、次が頑張れ五右衛門からくり道中、これもハマったなましたね、これやっぱり曲がいいよね、なんかね、あーよかった、あーそう、てん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 てけてんてん、そうてけてけてんてんて、三味線と鼓の音がちゃんと表現されてるのがすごいよね。ああ、そう、それっぽくちゃんと聞こえるんだよね、これね。てんてんてんてけてんですね。最初のあの、ご用だ、ご用だっていうのも機械音で頑張って出してるんだよね。本当だよ。そう、それに聞こえるからな、面白いね。まあ、なんだっけ、エビスマルだっけ、このあれが。エビスマルはまだこの時代は出てきてないですね。相棒が出てくるね、そのうちね。そうそう、後々にね、数ファミぐらいになってからじゃないかな。あ、そう、そんな後だったっけ。そうだよ、そうだよ。五右衛門も好きだったなぁ。で、次、キングコング2怒りのメガトンパンチ、これも面白かったね。これも曲が名曲なんですよね。これあの30分耐久とか、たまに作業中に流してたりします。そう、いまだに囚われてるのか。なんで急にキングコング、ね、今はもうこれ絶対再販できないというかさ、あキングコングっていうもうタイトルとまたもう提携結べないから、うん、もうね、これの続編とかこれをリバイバルで出すこともできない。そう、しかもいきなり2からっていうのはちょっとね、あれだったよね、なんでだったっけな、なんか理由があったと思うんだけどね。あ、まあドンキーコングもいきなり3とかだったりするもんね。余談ですけれども、私冗談で妻にこうなんかツッコミ入れるときに時々怒りのメガトンパンチっていう表現をするんですけどね。誰も通じない。通じない。生まれてないからね。そうですね。あれも結構なんつうか、このジャンプしてなんかをなんかね、罠を避けたりとかして、すごいダイナミックな。なんならそのジャンプして着地で敵を地上砲台みたいなのを潰したりするからね。あ、そうすごいね。面白かった。よくあれもグラフィックスやっぱこのグラフィック書き込みがすごいんだよな。なんか可愛い方になんか逃げないっていうかね。本当にリアル路線を追求してるって感じがするよね。リアル路線、そうか。そうそう。だ次のこの火の鳥鳳凰編とかもさ、ね、ガオ、それは言えますね。ね、ガオの冒険とか、これもね、俺火の鳥ってこの時読んだことがなくて、はいはい。あのガオってまあぶっちゃけ。なんていうか、火の鳥の別に主人公じゃないじゃん。方編では一応中心人物ではあるけどね。だし、こう、しかも全然かっこよくないおじさんじゃん。まあ、ていうか、あんなひげ面になるのはずいぶん後だよなって話だし。別に、飲みを投げて、相手をイガウラにするって、なんかそれで、出てきたタイトル、出てきたものそのままなんか流用して、ただの横スクロールにしてるだけって言えなくもないんですけど、そうそうそう、これをアクションゲーム。よく許したよなって感じだよね。ね、アクションゲームする必要あんのかって思うようなゲーム。ただまあ、アクションゲームとしては優秀でしたけどね。まあまあ、そう、ゲーム内容としてはそうなんだけど、わざわざ火の鳥に掛け合わせる必要があったかっていう。手塚治虫の許可を得に行く必要があったのかっていうようなところはちょっと気になるところですけどね。でも、世界観は良かったし、これも音楽良かったね。歌詞が、ついてるバージョンの音楽が確かレコードで出てたと思いますね。そうなんだね。やっぱ需要がある。面白かったね。で、グーニーズ2でしょ、先ほどやってたのが大絶賛、はいはい、で、ここで出てきたのが私ね、この月風までですね、この間は我々もね、やりましたね、やったけどね、いや、これはもう面白かったの、まあ、源平玉でのパクリなんですけど、まあまあ言ったらね、うん、で、一昨年ぐらいにリメイクされたんだよね。一昨年だったっけ。そう、だと思う。そんな前だったっけ。だ、前、うん、そんぐらいにねリメイクされたんだけど、それもね本当になんかうまいことできててね、ちゃんと良かったよ。本当に漢字が出てきて、滅って出たとかさ。あれじゃなくてね、なんだっけ、新章の話じゃなくてリメイクの話。
リメイクリメイク、うん、完全にもうあのグラフィックも一新して音楽も一新してやったっていう、はいはいはい、はい、うん、本当に流行月倒しに行くんですねまた、うん、っていうのが、ね、もうあったね。まあこの辺はね、よかったね、うん、ここら辺何出しても、まあほら、コナミってどうなんだろうね、なんか資金源が豊富なのか、とにかくあのファミコン雑誌見てもね、あの結構いいところにこうあの表紙出してるんですよ。あ、だからなんかやっぱりね、子供が、ゲーム雑誌とかを買うと嫌が多でも目につくから、なんかやっぱり欲しくなっちゃう。あるいは、ね、このゲーム雑誌と仲良くしていることでこうゲームライターにいろいろやってもらってさ、うん、当然その、攻略ページにももう割いてもらえたりしてるから、うん、どうしてもねヒットする要素ってのがあったと思うんですよ、このコナミっていうゲーム会社のタイトルに関してね。まああれですよね、シリーズものも結構このやっぱね いっぱい展開してるから、やっぱりこうあれなんだろうね、ファンが続きやすかったんだろうなっていう感じがするね。まあそれはあるだろうな、どうしてもね。もうで87年にこのグラディウスのまあ続編、まあ、スピンオフ、まあ、サラマンダですよね、うん、うん、これはなんだ、これもビッグバイパーはビッグバイパーなんだっけ、これそうビッグバイパーで、今度の敵はなんか有機物なんだよね、なんかその機械帝国みたいなんじゃなくて、そうなんで、このなんかフェニックスが出てきたり、なんかあのすごいグロいやつが出てくるんで、なんかそのなんか大きな巨人の体内に入ってるみたいなこう敵が多く出てくるっていうのが特徴だったね、サラマンダはね。これね、みんな欲しがったのはあのクリアケースなんですよ。あークリアケースか、ファミコンのね、あのカートリッジそのものがクリアケースっていうさ。そうあの青いね、そう青いスケルトンだったね。そうスケルトンカセット、そうよかった。あのね、本当にあのサラマンダに至って俺あのなんだっけ、メモパッド買ったもんな当時。そう、別で、そ全然前別のところで話しましたね。あ、そうか。これ、本当に、翌年出るのかな、サラマンダって何年だったっけ？ 87 年か。あ、翌年に出るヘクター、同年出てるヘクター87と同じ縦スクロールと横スクロールが介在したの、併存してるタイトルなんですね。あ、確かにそうだね。そうこの時期はや、なんか流行りにしようとしてたのかな、なんか、うん、確かに縦と横両方楽しめれば二度おいしい的な部分は感じてましたけど、うんうんうん、だって横はもう完全なほら、グラディウスだしさ、うん、縦は縦でまたコナミの縦スクロールゲームということでさ、まあ、楽しめたからね。そう、あれなんかさ、二度おいしいというか、あのなんだっけ、プロミネンス惑星ステージなんかずっと上とかずっと下までいけるじゃん。あ、はいはいはい、あれとかもすごいよね、スクロールがね。面白いわ。という感じのあれですか。でもこの時期ってでもね、その大魔神ガリウスとかね、あ、うん、トップガンとかも確かあのファミコンからしてたんだけど、あんまりここら辺は印象がないんだよな。印象俺もなくて、ね、やったことないんだよな。でも今でこそ超ビッグタイトルになったメタルギアだって一番最初の作品この時期に出てるけど、そうメタルギアのね、なんかね、あんまり取り上げられてなかった気がするんだよね。そう、メタルギア周りでやってる人いなかったもんな。なんかあれなのかな、対象年齢高すぎたんかな、ね、そう、後年になって実はファミコン時代に出てたよ、なんかかくれんぼするゲームって言ってたから、なんかつまんなそうっていう印象だったんだよね。そうなんでかくれんぼっていう言い方が良くなかったんだろうけど、そう、見つかったらみたいなね。そうで、この時期にあれですよ、後にキングオブ、格ゲーでいうところのキングオブファイターズ、あるいは任天堂でいうところのスマブラに該当する、うん、ワイワイワールドですね。そう、コナミワイワイワールドですね。コナミマンとかね、出てきたもんね。あのコナミの、まあそう、要はヒット作がないと成り立たない、うん、あのメーカーのね、大人の遊びといいますか、その各タイトルの主人公クラスを集めて一つのタイトルで遊ぶっていう、まあファミコンジャンプみたいなね。そうコナミ版ファミコンジャンプで、これがあれだよね、ほんと月風魔とかいろいろなやつ出てくるんだよね。非常にね、これやりたかったんだけど持って買えなくて、うん、で友達が持ってきてくれたのをみんなで楽しんだ思い出がありますよ。うん、俺もすごい面白い、みんなでやった、うん、イメージがある。やっぱりこれは一人でやるもんじゃないなって感じがするけど、まあもう一人ワイ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 
何が伝説かって、これあのドラゴンクエスト3の前日に出したっていうのがこれ伝説なんですよ。
そう、不遇のタイトルですね。不遇ではない、多分当てに行って、少しでもドラクエ、インクスの HP を削ろうとしたとしか思えないね。本当かよ。勝ち目ない。差が見える、タイトル。で、おかげでね、持ってる人がいなかったんですよ、これ。いないよ、みんなドラクエ3か、もう。そう、もうこの翌年ぐらいに、おばあちゃん家に行って、おばあちゃん家の近所に住んでる年上のね、お兄さんが持ってて初めてやったら面白いってなったんだけど、なんで持ってなかったんだろうねって言って、後年その、自分家にあるファミコン雑誌とか読んでみ、ファミコンドラゴンクエスト3発売直前号とかって言って、発売タイトルのカレンダー見たら、ずらーっと真っ白になってる中に、コントラとドラゴンクエスト3しか書いてないっていう。ああ、そういうことか。そう、みんな、持ってないよな。そう、みんな避けるよ、普通は。本当に。みんな尻尾巻いて逃げ出したのに、コントラだけ立ち向かっていくっていうね。絶対勝てない戦いに挑んで、まあ、爆死したというでもこのゲームの内容も激ムズだよね。ああ難しかったね。後年、やはりスーパーファミコンでスーパーコントラって出てて、まあ、それもすごい楽しみましたけど、なんかゲームは面白いのに、なんでこの時期に当てに行ったんだろうって本当に思ってしまう、なんか本当つらい、ね、不遇の難産のタイトルだよね。そうね、という感じですかね。はいはい、88年、で88年は、はい、あとはグラディウス2出てるんだな。そうだから、ここら辺からそろそろ各タイトル の続編がボロボロ出てくる時代になってくるんですよね。そうだね、ツインビー3、もう3出ちゃうのか。89年か。そう、頑張れ五右衛門の 2が出てるね。そうだね、レーサーミニ四駆ジャパンカップなんてありますね。あ、これも89年か。ああ88年って、ね、そう考えるって意味とそこまで多くないんだね。まあ、なんだろう、コナミスポーツインソールとか言って、コナミックスポーツか。ああ、コナミックスポーツインソールって、要はソウルオリンピックに当て込んで、出したタイトルですよね。ああ、ハイパーオリンピック的なやつ。そうそう、ハイパーオリンピックが自社タイトルだから、それの今、焼き直しで、そのソウルオリンピックのね、ムードに当て込んでっていう形で、確か出したっていうのも言ってました、ね。ハイパーオリンピックの箱にさ、なんかさ、ハルク・ホーガンみたいなやつがさ、走ってなかった。なんでハルク・ホーガンがあれのハードル走ってんだと思ったよね、あれね。まあでも、ホーガンに限った話じゃなくて、まあ、あの時代のああいう人たちは流行ったか知らんけど、少なくともハードルには向いてない髪型で、ふわーいってるもんね。ヒゲも邪魔やろって。いや、実は喧嘩マンなんだよ。喧嘩マンの男で会ったと喧嘩マン。なんでもいいけど。そうですね。まあそんな感じで89年で、昭和が終わりますね。そうですね。あれ、これモアイくんって出てきてる、これ違うよね。あのモアイくんじゃないよね。違う。いや、90年だから違うよ。びっくりした。あれ、92年の12月号だなんでその力を本物のために使わねえっす。やだなぁ。ダメだな。まあまあ、それで平成に入りまして、クオース、はい、これクオースって結構良作だったよね。なんていうか。ああ、これ覚えてないわ。あ、そう、なんかパズルゲームっていうか、シューティングパズルゲームみたいなやつだよね。え、これはファミコン？でもアーケードゲームって書いてあるな。でもアーケードからの流れか。あ、ファミコンも出たと思うんだよね。ああ、なるほど。で、この辺で、あ、90年にあれ出てんだね。コナミワイワイワールドのシューティングパンっていうか、パロディウスだ。ああ、パロディウスだね。ね、グラディウスなんだけど、いろんななんか、まあ、ゲームの内容は同じにしても、グラフィックがもう、ふざけてるっていう感じですよね。ふざけてる、そう。なんか、残念ながら、笑いには俺は至れなかったんだけどさ。なんか、そうそう。まあでも、逆にグラディウス2とかやってると、あ、これパルディウスのあれがこれ元ネタか。あ、そう。あれでしょ、なんだっけ。あいつ、なんだっけ。リオのカーニバルのお姉ちゃんとかでしょ。ああ、そう。あれだよね、なんかパルディウスだっていうとさ。あれだね。あれしか出てこない。あ、でもあれ TMNT、タートルズがそうだね。ああ、忍者タートルズね。TNG ミュータント忍者タートルズですね。これが1とは言わないけどね、これと2が出てるのかな。2まで出てるね。そもそもこの、あれだったね、
忍者タートルズってもう本当にかあの日本に憧れたあのアメリカ人がなんか無理やりな解釈で作ったっていう。ああそうですね、なんかサイとかヌンチャクとかなんかそれは日本なのか。そう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 。ちょっとなんか沖縄だし、なんならね、あのサンセスコとか日本じゃねえじゃん。そうそう、あの勝手なイメージで間違いまくってるっていう感じのやつだったね。面白かったです、それも。後年にあの日本の和風忍者か和風妖怪格闘ゲームをあの出そうとした際に、アメリカでそれをアメリカのメーカーにそれを売りに行ったら、これタートルズのパクリやんかって言われて激怒したっていう話がある。葉っぱを見てこれタートルズやんって言われたらしいけど、いやいや向こうがパクってんねやってる。そうだよ、葉っぱを見てタートルズって言うなよってな。カメやん。カッパがいないからさ、向こうそもそも。そうだね。なんなら中国にすらカッパっていないからさ。ああ。そうそう、それにしか見えなかったらしくて。面白いね、それってね。これ今カートリッジの方本メインで話してきましたけれども、うん、あれですよね、愛戦士ニコルとか迷宮寺院ダババとか、やはりね87年88年あたりっていうのはディスクに力入れてたんですよね。そうね、まあ86年に悪魔女ドラキュラ出てるのね。そう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 。うん、ドラキュアよかった。で、今度スーパーファミコンの時代入っていきますね。はいはい。で、スーパーファミコンの、まあ、ローンチタイトルみたいな感じで出たのがグラディウス3ですね。すごかったですね。やっぱスーファミとしてのこの容量のデカさを、まあ、フルに活かしてやろうっていうね、気概が見えるタイトルでしたね。音楽もすごかったし、このサントラはね、このね、オリコン26位でゲーム業界で異例の大ヒットっていうね。あ、すごいね。買ったもん、俺も。あの深緑色のね化粧箱に入ってるんですよ。すごいよ、ね、で音声ドラマが入っててさ。そう、これはあれか、グラディウス3、グラディウス3、伝説から始まえってやつか。そう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 、これでその音声ドラマが入ってて、これがね真夏の夜明けに正月を見たっていうね、あの開発秘話みたいなのがねあってね、いやこのなんかドラマ CD の走りみたいな感じで、ね、すげえ良かったんですよ。10分ぐらいの話だったけど、貫徹して、あの夜明けを見たらなんか正月みてえだなって言ってみんなで感動するっていう話だ。、うん、っていうやつです。スーパーファミコンはやつさんはコナミどんなのやってた？コナミどうだろうな、スーファミになってくるとあんまりタイトル単位が なんだろう、メーカー単位で見てなかった。そうなんだよね、あのカセットのさ色も色というかもう統一されちゃってるからさ、あんまりなんだよね。そうなんですよ、だからさっき言ったスーパーコントラは確かにハマってたけど、うん、なんかコナミっていう認識でやってたの何って言われると、今度はほらかなり遅くなってくるけど、パワープロが確か最後あれだったでしょ、スーファミだったでしょ。あ、そっか。まあ、コナミはやっぱスポーツ系のやつとかがね、実況パワフルプロ野球、うん、強いよね。そうだね、これ、うん、そうですね。あとあれか、ウイニングイレブンとか。ああ、はい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 。まあ、そういうので。だから、なんだろう。逆に言うと、スーファミ以降も、新規タイトルの開拓に余念がなかったというかさ、そうだね。過去の財産だけでやっていくっていうのではなく、まあ、攻めの、業務展開はしてたんだろうね。うん、でもこのコナミってこう有力な RPG ってなかったよね。ね、幻想水湖伝が一応その、タイトルではあった。まあでもプレイステーション入ってからだよね。そうだよね、幻想水湖伝って今すごいいろんな長いタイトルになってるけど、いやなんかね、ごめんごめん、それはね5で終わっちゃったんだ。メインの人たちがみんな抜けて、口の歯が抜けるかのごとくして、この以前ほら、デバッガーの話でお話ししたけど、2004年にほら戦国無双2の直前にタイトル発売日を持ってくるっていう荒技をやって、うんうん、やった幻想水湖伝5を持って、そっから出てないんですよ。あ、そうなのか。じゃあそうそう、やっぱりあんまり RPG は得意じゃないメーカーなのか。うん、でもあれに関しては1と2に関して、2に特に2に関して98年ぐらいに出たんだけど、うん、あれは全ての、メーカーの RPG の中でも良かったタイトルとして、ね、トップ10には入ってくるからさ、ポテンシャルあったんだと思うんだよ。そうね、だからやっぱこのなんだろうね、やっぱコナミスポーツとかやるぐらいだから、やっぱりこう体育会系のこのノリなんだろうな、みんなな。多分なんだけどさ、多分
やれるタイトルが多いから RPG ってそんなに向いてないでしょ。そうだね、うん、だから多分会社のそのなんていうのかな、社勢というかそういうところで RPG がまあ育ちにくいかったんじゃないかなって思いますよ。まあね、ただこのコナミはあれですよね、1994年に PC エンジンでもうあの伝説的なタイトルとなるときめきメモリアル出してますね。ああそうだね、 あれはまあ PC、 そう最初はね PC エンジンで出したんだよね。そうそう、あの我々印象強いのは96年の、プレイステーションとかサターンで出た、うん、あのときめきメモリアルってイメージがあるけど、そう実は PC エンジンが初出なんですよね。そうそうそう、でまあギャルゲー業界もまあ開拓したっていう、まあでかいよね。まあボロい商売だったからね。今にして思うと本当。まあやっぱ喋るっていうのが良かったんだろうねきっとね。そうだろうね。でまあそのうちハドソンから引き継いで桃太郎電鉄とかもで好みから出すようになってっていう感じですかね。そうだね。まあパーティーゲーム路線としては好みのメガネにかなったから、まあハドソンの吸収というのは非常に有意義だったんじゃないですかね。うんうん、それは言えると思います。ということでね、このもう本当に80年代だけの話で、あとは全部もうよくわかりませんっていう感じなんですけど。まあまあ別にそんなこともないんだけどね。まあでもそう、あの80年代だけ話してもまだまだいけるけど、そうだね、まあ一通り舐めてきた感じはありますよね。うん、あ、そうね、あの音ゲーもね、ポップミュージックとかもね、ビートマニアとかやるからね。あ、そうだね、うん、すごいな、まあ、そう考えるとやっぱすごいな、いろいろなジャンル開拓してんだな。サイレントヒルとかね、一貫して言えるのはやっぱり音楽がすごいっていうことだよね、うん、音楽の優れたメーカーだっていうさ、う印象が。例えばこのホラーゲームのサイレントヒルなんかこっから映画化になったのね。あ、そうかそうか、うん、すげえなという感じで、コナミの話大体してまいりましたが、ヤツさんはこんな感じですか。そうですね、まあ、今後も非常に、有力なゲームメーカーとして、うん、まあ、やっててくれるんだろうなとは思います。まあね、かなりこうマクロ視点で見るとややネガティブな、ゲーム業界に関してはネガティブなニュースも時々聞こえてはくるけれども、うん、まあ変わらず有力なゲームメーカーとして君臨し続けるのではないかなと思います。なのでこれからもファンでいたいと思いますということで、はい、今日はやつさんとコナミのお話しました。ありがとうございました。